皆さん、こんばんは。こんばんは。第9回、ナホナガトーク始めたいと思います。今日のテーマは、コミュの力ということで話を進めていきたいなと思います。で、なぜコミュ力にしなかったかというと、コミュニケーションそのものとか、コミュニティそのものが持ってるパワーっていうものが、どういうふうに社会に還元されているというか、いやでもさ、一番なんか質問でも多かったらさ、そのチームメイトとかのコミュニケーション、ね、日本にいるときとやっぱり海外にいるときとでコミュニケーション、まあ、本質は変わらないと思うんだけどさ、まあ、自分がそんな英語が堪能じゃないから言いたいこと 100% 伝えきれないとか、伝わるし汲み取ってもらえるなっていう感覚があるから、英語をさ、大人になってから覚えるとさ、日本語を喋るときに使ってる脳みそと英語を覚えたよっていうので使ってる脳みそで別の脳みそ使うっていう、うん、さ、言葉ってさ、結局その言葉だけはあんまり読み取らないじゃん、その、うん、なんかそれに付随してるその人の表情だったり感情であったりそのエネルギーっていうのをさ、うん、まあ受け取ってその言葉を解釈するじゃん、うん、タイミングがあればもうボードを持ってくるよね、うん、試合中だったらなるべく端的にもう今のこうして欲しかったっていうのだけ伝える、マーカーとか、ボトルとか、ボールとか、もう人がいたら、ちょっと、だからここに私がいて、ここディフェンスね、これディフェンスいるでしょ、で、これ、言う、みたいな。けど、なんか伝えるよりは、なんか相手がどうしてほしいかを聞くことの方が多い。なんかね、2人で話すっていうよりは、ちゃんとなんかコーチとか、他の選手を置いて、その人に伝える。そのプレーの選択を持ちつつ、オプションも持っておかないと、今みたいに相手のディフェンダーに引っかかっちゃうよ、みたいな。そのやっぱり自分とイメージが近い選手っていうのをそこに置いておかないと、なんか結果としてできたからいいんじゃなくて、チームとしてこれやろうって言っててこれができてるからいいよねっていう風にさ、チーム作りってしていかないとさ、その肯定ファーストって結構あるじゃん、アメリカ人って人の意見を必ず肯定する、最初はいいねから入ってっちゃうと、うん、あ、今のでいいんだな、で、なんだろう、あんまり良くない方の満足で終わっちゃうみたいなってことでしょ、なんかその議論が上手かったり、あの、その先がなくなっちゃう、なくなっちゃったね、肯定したことによってみたいになっちゃう懸念がある、なんかじゃあ何が良かったのかなとか、どうしたらもっと良くなるのかなとか、そういうところにこう発展させていくっていうのが必要だよね、その、なんかそれはアメリカ人はすごく上手だと思うし、否定から入る人のとの関わり方ってどうしてますかっていう話があってさ、うん、まあそれは日本人、アメリカ人あんま関係ないと思うんだけど、うん、いやでも、あ、それかとかそういう人いる周りに、最近いないかも、多分さ、そういう人とはもう距離を置く年齢になってきたよねでもだってが最初に出てくる人って本当性格だと思うし癖だと思う、自分視点でしかものを見れてないなと思う、360度のうちの1度からしかその人は多分見てないんだろうね、そのこと。ある程度のタイミングになったら言っちゃってもいいのかなって思うけど、何々さんっていつもすぐでもって言うじゃないですかとか言えないかな言う、でもそれは言ってあげてもいいんじゃないかな、うん、そうだよね、正直にそのでもって言われた時のこっちの感情を伝えてあげる、これは明らかになんか違うだろうっていうことを要求された時にそれをやる人ねえ、難しいよねアメリカに来て学んだことは、サッカーって本当に一つじゃないんだなっていうことを学んで、うん、あ、もっと違うものもあるんだなっていうのを知れたから、いや、さすがに自分のゴールに向かってドリブルしろって言われ始めたらちょってなるけど、大抵のことはやってみようって思う、できるできないとかじゃなくて、それをやってみて、やってみたらどうなるのかなっていうのを自分で感じるようにしてる。やってみるタイプ？あ、やる。うん、全部やるよ。その要求した人がそれで満足するんだったらもうそれで OK。仏。けどなんかそういうのも昔はちょっとなんか、え？みたいな感じだったけど、今はもう何でも OK。それさ、いつから何でも OK なの？アメリカに来てからクラブチームではね、クラブチームではこれだけやっぱ世代が変わると、これだけ考え方とか価値観ってこんなに変わっちゃうんだなっていう、なんか人の性格ってね 50% 遺伝子だけど、うん、
50% は環境で決まるんだって。それよりもどういうコミュニティで育ってきたかとかっていう方がすごく大事らしくて、うん、本当に愛のあるコミュニティで私は育ってこれてよかったなって自分でも思ってるし、あの2011年の頃の代表チーム、うん、あれは一つのコミュニティなわけじゃん。人生における財産でしかないよね。今振り返るとなおさら思うよね。で、あの時に入りたいと思っても入れるもんでもないし、本当に運が良かったと思ってんだよね。まあ生まれてくる場所もさ、タイミングもさ、環境もさ、選べないけどさ、そこから出会う、人っていうのは、まあ、ある意味自分で選択できたりもするし、そういう自分の、まあ、性格だったりパーソナリティっていうのがそういうコミュニティをこう引き寄せる的なところももちろんあると思ってるし、それ思う、最近思う、うん、なんかさ、類を友、類は友を呼ぶっていう言葉あるじゃん。前まではちょっと意味分かって、いや意味は知ってたけど最近になってすごく感じるのは、別に全く一緒ではないけど、なんかこう根本的な部分がやっぱ似てる人って集まるんだなって、コミュニティになるんだなって思う。でもさ、これだけさ違うバックグラウンドってさ、こう育ってきてる人たちがさ、似たようなね、類は友を呼び状態になれるっていうのも、私は的には奇跡だと思うし、じゃあそれってなんかこう人がなんか本質的に持ってるものがちゃんとあるんじゃないかなっていうのはあるわけ。だから全然違うさ環境で育ってきてるのに、じゃあなんでそういう同じ価値観が育つんだろうって。だからどっかで人はそういうのを持ってるっていうことってことだよね。そう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 、うん、はいね、深いけど分かる、言いたいこと言っちゃえばさ、なほながトークだってさ、うん、これにうなずいてくれてる人ってさ、別にアスリート目指してるわけでもないし、普通の主婦ですとかさ、あ、もちろん昔はちょっと夢持ってましたとかさ、男性もいらっしゃるわけだしさ、そこの部分は本当今中が言ってたけど、みんな絶対持ってるものだと思うんだよね。なんだろうね、もう遺伝子レベルだと思うんだよね。やっぱそうかな、うん、でそうやっていくとなんか自然となんか自分の好きのコミュニティがこう出来上がっていく。来年のプロリーグのさ、名前が発表されたじゃん、うん、その辺見てて思うことある。自分が中の人だったらこういうとこ押してくっていうか、なんかそう日本文化がこう散りばめられてるような、来てる国の人たちがその母国にまた発信してくれたらいいなっていう。いいね、採用採用、やったー日本でやってる私を見たいのか、それとも日本でやってくれたら私を見に行きやすいから日本でやってほしいのか、サッカーの質を上げて、うん、サッカーを世界レベルにするっていうところはさ、そこはもうなんていうの、絶対に普遍なところなわけじゃん、うんうん、日本のリーグ行きたいんだけどってさ言われない、話しかけられたりしない。去年結構あったかも。自分のコミュニケーションの取り方とか変わった？基本的にもシャイで無口だから、あんまりこう話しかけに行くってことは昔からなかったし、うん、今もまあそんなに多いっていうわけでもない、うん、あ、なんか話しかけた方がいいのかなっていう気になる人はやっぱりいたりするのね、チームの中でもね。不器用だからさ、その言葉でコミュニケーション取るのが苦手だから、最近やってるのは、まあ、ちょっかいを出すとか。幼稚園じゃん幼稚園レベルのコミュニケーションレベルなんだよなんかそれを切り口にして、話をしていく。距離を縮めるのにすごく時間がかかる。本当にね、私一人好きなんだって思った。何でも平気ってことに気づいた。なんかちょっとグループ作りたい、一緒に食べようみたいなで始めるって、私最初に2週間ぐらいはずっとしてるじゃん。なんかコミュニケーションを取るのに相手の言ってる言葉だけを信じていいのか、試されてるのかって考えてしまって答えるのが怖い時があります。すごくない？本当相手のことを考えられてるとか想像力が良かった。うんうん、っていうかさ、結局その言葉を聞いてどう感じるかとか、それでどう何を実行するかっていうのは自分自身。そうそうそう、代表の時のさコミュニケーションの話で言うとさ、そのコミュニティにいることによってさ、その人の役割ってさ絶対いろいろあるわけじゃん。私は野中さんの存在がさすごく大きかったなって思うの。野中さんみんな知ってる？なんだ、分析の人。結構こう絶妙なタイミングで選手のところにチャって行って、この前のこのシーンなんだけどさみたいな話とかをしてくれて、コーチでもない監督でもない選手でもない
目線から分析をしてくれて、それを伝えてくれて、全ての選手にやってたわけじゃん。ぐいぐい行って話したりとかさ、するだけがさ、コミュニケーションの取り方じゃないしさ、なんか自分なりのいろんなコミュニケーションの取り方ってあると思うから、うん、の役割としていられるのかなとかさ、うんうん、そういうのを、そういうところに視点を置いてみると、またちょっと違った形で、そうだね、うん、いられるんじゃないかなっていうふうに。素晴らしいまとめをありがとうございます、はい、じゃあ皆さん、明日から素敵な1週間をお過ごしください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。